ほんまや、セーフフレット。せーの、フルーチャパール。ありがとうございます。こちらどうぞ。なんと高校の先輩であるアミカ先輩が学校にいるということで、今日はちょっと挨拶しに、行きたいと思います。もうね、私今先輩来てるんですけど、あと学校にいるんですけど、めちゃめちゃ緊張しています。すごいコミュ障と人見知りが発動しちゃうかもしれないんですけど、アミカ先輩に会えるということでめちゃめちゃ、楽しみにしていました。もうめっちゃ楽しみです。ということで、早速続きしちゃいたいと思います。それでは、レッツゴー！ひなたチャンネル！はーい。こんにちは。こんにちは。ひなたです。ご無沙汰。お久しぶりです。私はトヨタですよね、はい、なんで今日はちょっとアミカ先輩に会いに挨拶をしにうわーマジですか。ありがとうございます。先輩だなんて、もう大先輩です。高校1年生高校1年。TikTok ずっと見てた。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ難しがりなんで。私も超人見てます。あ、本当ですか。ぜひ、楽しくお願いします。コミュ障が、コミュ障が出ちゃう。いや、でも本当にお会いできて嬉しい。いや、ほんまにありがとうございます。今、勉強中でした。今、レポートをちょっと家でできなかったのを一人じゃできない先生に言ってました。今日はアミカ先輩がここにいらっしゃるっていうことで、いらっしゃる、駆けつけてきました。え、トヨタの方から。はい。うっそー。はい、とかって。いや、ありがとうございます。逆に SNS は見てた側なんで、アミカ先輩はえ、アミカか、アミカちゃんで、アミカちゃんで、じゃあ呼ばせてお願いします。逆に先輩よ。ちなみにひなたちゃん、仲間はないです。あ、ない。はい。え、じゃあここ梅田やし、せっかくやから雨村とか行ったことある？一回だけ行ったことある。1回だけ。え、いつぐらいの時に？いや、あと3年前とか。うわ、3年前やったら今めちゃめちゃ雨村もガラッと変わってるし、 あとベビタピもあるから、あ、ぜひ一緒に雨村行きませんか？いいんですか？いいんですか？私が？え、もちろん来てくれたお礼として、ぜひ一緒に村に遊びに行きましょう。え、嬉しい。本当に。はい、もちろんです。楽しみましょう。案内してくれて。はい、もちろんです。村はバッチリです。やったやった。ひなたチャンネル。はい、ということで、雨村に着きました。3年ぶりってことですか？そうです。うわ、もう、え、ちなみになんか見た感じどこが初めて見るとか覚えてなくて、3年ぶりだから。じゃあ今からベビタピに行きましょうか。行きましょう。案内してください。はい、もちろん。めっちゃここから近いんで。あ、そうなんですね。はい、イエーイ。なんか制服デート。ほんまや、制服デート。嬉しい。あんますることないんですね。ないですね。終わったりします。はい。なんか恥ずかしい。透明マスクがそう、すごい恥ずかしい。服があって、あったー、やばー、かわいい。え、見てください、みなさん、こんな感じ。かわいい。なんか TikTok とかで見たことある。
ホワイトのアイドル。りょうちゃんさ、うちらのキャラがアイドル。面白そう。入りますか。いいですか。今絶対振り向いたら、泣いちゃうから。アニカちゃんファンの子かな。あ、わかんない。変な人みたいな顔だ。何がおすすめとかありますか。でもやっぱりタピオカの、タピオカの、ちなみにこのなんかフルーチャパールっていう炭酸、はい、でなんかこんにゃくパール透明のが入った炭酸のやつか、わらび餅の、そうタピオカじゃなくてわらび餅のお餅が入ったやつか、こう王道なタピオカ、爽やかなのはここかな。でも爽やか系にしようかな。ストロベリースカッシュ、はい、ありがとう。じゃあよかったです。マスカットの、はい、おいしそう。買いました。フルチャパール、何でした、頼んできます。あ、フルチャパールにした。お母さん、イエーイ。ママはあのわらび餅なの。はじめまして。小さい頃から常々、そうやろ、そうやろ。この時から常々、そう、夢のコラボだよ。そう、ありがとうございます。はい、じゃあお待たせしました。ありがとうございます。はい、じゃあ、ストロベリースカッシュのお客様、はい、おいしい。じゃあよかったら、ちょっと映したい。じゃあよかったら一緒にフルチャパールっていうところでいいですか。フルチャパール、そう、はい、よし、じゃあ行きます、一緒に行ってください、はい、せーの、フルチャパール。ありがとうございます。こちらどうぞ。え、こっちでやる。こっち側来る。ナサちゃんにしてあげる。こっち側来て。せーの、フルチャパール。ありがとうございます。こちらどうぞ。ありがとうございます。めっちゃ爽やか。美味しそう。美味しい。めっちゃ美味しい。エビタピ、アトピオカよりちょっとなんか夏っぽい、うん、確かに爽やか、爽やか、涼しくなる、ちょうどいい今の季節、うん、はい、おいしい。ありがとうございました。ありがとうございます。また来てください。ありがとうございます。3階ほな上がろうか。3階すごい、靴だ、靴だ、かわいい。すごい、かわいい。美味しかった、美味しかった、完食しました。あ、すごい。じゃあ今からなんですけど、やっぱり大阪といえば、大阪といえばたこ焼き、たこ焼きですよね。阿部村でめっちゃ有名なたこ焼き屋さんがあるから、はい、そこに行きましょう。行きましょう。食べたい。たこ焼き好き。めっちゃ好きです。たこ焼き、たこ焼きとお好み焼きやったらどっちが好き。え、たこ焼き、たこ焼き、どっちも好きなんですよ。え、でもたこ焼き久々に食べるかもしれない。あ、マジで。たこ焼き並んでます、並んでます。アミカちゃんはよくここのたこ焼き食べるんですか。今は食べてないけど、アメ村昔遊びに行った時はめっちゃ食べてた。そうなんです。え、なんかおすすめの食べ物とかある、ありますか。ブラックペッパーソルト。ブラックペッパーソルト初めて聞いた。あれにブラックペッパーと塩とマヨネーズがかかってレモン絞るんやけど、それがめちゃめちゃ美味しい。食べてみたい。え、それにしようかな。それにする。逆になんか好きな味とかある。ネギソースとかネギとか。本当に何でも全般好きなんです。あ、マジ。はい、アミカちゃんおすすめの味を食べます、はい、じゃあブラックペッパーね。はい。もともとそこが事務所で、あ、この隣の前の、すごい。だからしょっちゅう買って。そうなんだ。めちゃめちゃ近い。そうそう、あります。いただきます。いただきます。小焼けのソルト。めっちゃ美味しい。何味？マヨネーズと
ペッパーで買ったやつめっちゃ合うマヨネーズ、やっぱりやばい。あーい、ベロ焼けます。これじゃなかったら、あ、そうかもしれない。ごちそうさまでした。美味しかった。完食。めっちゃお腹いっぱい。めっちゃお腹いっぱい。これちょっと多いね。ちょっと多かったですね。はい、じゃあ、お腹いっぱい食べれたということで、さっき話してたんですけど、プリクラになったのは、めっちゃ刺激。行きます。すごい、ほんまに制服で。いや、本当にもうめっちゃ憧れてた。お、マジでそれ。中学の時、制服で外を出られなくて、あれか、一回も経験したことなかったから。初めてです。よかった。あれか、中学生の時はなんちゃって制服、なんちゃって制服買ってました。そうだから、セーラー服でめっちゃスカート長くて、なんかセーラーヤンキーみたいな昔のヤンキーみたいな。そうそう、なんかこういうね、あのリボンとか憧れてました。高校生っぽいですよね、うん、アミカのとこもただのめっちゃ長いやつで。あ、そうなんだ。ジャケットです。嬉しい、うん、幸せのパンケーキとか豚カフェとか。豚カフェって何ですか。豚がおるね。あ、豚。そう、猫カフェとか。そう、そんな感じで。そういうこと。すごい。豚触りに行く。え、生きてみたい。豚は触れる。めっちゃ好き。あ、ほんまに。ちっこい。でかい。一応名前的にはミニ豚なんやけど。あ、そうなんだ。ちっちゃくはないか。でもめっちゃ好き。めっちゃ懐こくて。懐っこいのはすごい可愛い。膝で寝るもん。やば。そう。プリクラ到着。てか好きなあれある？猫と彼女。あ、分かる。猫と彼女めっちゃ。猫と彼女しましょう。猫と彼女にしましょう。猫と彼女めっちゃ漏れる。猫と彼女。ああ。漏れる。ありがとうございます。
っとなんかいろんなとこ連れて行きたかったんですけど、今日はちょっと元気らしく十分で、そうですか。超楽しかった。よかった、ありがとうございます。また大阪来た時はぜひ呼んでください、はい、お願いします。はい、はい、アミカちゃんのチャンネルの方でもコラボさせていただいてるので、そちらの詳細は概要欄に記載してあるのでチェックよろしくお願いします。ということで今日は本当にありがとうございました。またコラボしてください。ほんまにお願いします。お願いします。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。いいと思ったらグッドチャンネル登録もよろしくお願いします。最後にぜひ、ぜひ、はい、ぜひ